とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。今シーズンのタワーのボスをビーストバーストでワンパンしてみてくださいということです。いけるのかな？まあ、とりあえず、最初に取れる亀の防具、これをつけてきてます。ビーストバーストがついてますね。一発のダメージが2万です。んで、ベッグスがありますので、6万か。6万。それかける虚無の、6倍。プラス弱体化のドラ。ですね。いけるのか？うん。まあ難しいと思うんですけども、ちょっとやってみましょう。ではね、やり方をちょっと、整理しましょうか。まず、敵を虚無らせるんだよね。まず虚無らせます。で、その後に、ちょっと待って、倍率を6倍まで上げる。で、倍率を上げてからドラを打って、で、召喚して速攻で、バースト。だね。うん。この召喚して速攻バーストっていうのが、ちょっと難しいかもしれないね。ポンポンって打たんとね。ちょっとでも、遅くなると、ベッグスたちが攻撃をしてしまうので、虚無が切れるんだよね。オッケー。ちょっと、頑張ってみよう。オッケー。待て。じゃあ行きます。まず、虚無らせる。ドラ、ベッグス。いやー！無理か！ちょっと再挑戦しまーす。多分、虚無の倍率がね、少なかったんだよ。うん。虚無倍率が。あれを、ちゃんとね、5秒ぐらい待ってから、打てば、いけると思う。うん。ちょっとね、動画で見た感じは、危ねえ。待った時間がね、3秒だったのよ。3秒。ちょっと短い。なので、もうちょっと倍率を出すようにしてから、打ち込んでみましょう。いくよ。いきます。1、2、3、4。よっしゃー！いけた。ちょっと安全対策のために、最初ちょっと攻撃しまくったんだけども、まあ、多分、それじゃなしにしてもいけたんだと思うよ。うん。報酬見て終わります。よかった。いまいちだな。使える。北極狐は、まあまあ、うん。性能自体あんま良くないんだけどね。これでいいと思います。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。